決勝が行われます。2組にございましてタイムレース決勝で行われます。大会記録は9分16秒73。それでは第1組15名の出場です。ここで先頭に出ましたのが埼玉栄の高橋君、その後ろに同じく埼玉栄の相川君、そして川口市立の田中君、同じく川口市立の吉田君、吉田君は昨日の 5000m のチャンピオン。400m は78秒。先頭集団は5名。埼玉栄の高橋君、同じく埼玉栄の相川君、川口市立の田中君、そして同じく川口市立の吉田君。続いて開智中高の矢井君、先頭は変わらず埼玉栄の高橋君、続いて埼玉栄の相川君、川口市立の田中君。2周目は2分39秒、この1周が81�秒。1500m のスタート付近を過ぎますと 1000m。 1000m は3分10秒。このペースを維持いたしますと9分30秒。3周目の通過となります。4分1秒、この1周が82秒。これで先頭変わりまして埼玉栄の相川君、相変わらず先頭集団は4名。埼玉栄の相川君、高橋君、そして川口市立の田中君、吉田君。
4周目の通過は5分24秒、この1周が83秒。先頭は変わらず埼玉大会の相川君、その後ろにカーブシリーズの吉田君、その後ろにカーブシリーズの田中君、そして埼玉大会の高橋君、5番目につけておきますのが開智急行の八重君、水濠の手前が 2000m の通過であります。 2000m は6分28秒、この間の 5000m は3分18秒。先頭集団は4名、20メートルほど遅れて開智急行の八重君、これ先頭になったのが川口市立の吉田君、そのすぐ後ろに川口市立の田中君、そして埼玉栄の高橋君、相川君、先頭に出たのが川口市立の田中君、山口入った、さあ最後の水濠にかかります、続いて埼玉栄相川君、山本先輩入った、そして川口市立の吉田君、埼玉栄の高橋、そして開智急行の八重君、最後4人がフィニッシュを迎えました。
前は10分40秒45秒10分56、57、11分ちょうど。